4月の6日木曜日の深夜24時を回りました。どうも皆様、キッシーでございます。新年度、いきなりね、嬉しいニュースがありました。なんと、キンキキッズ、マクドナルドの CM 出演と。いやー、これはですね、超嬉しいニュースですね。うん、もう YouTube の方でね、早速 CM 見れますけれども、なんとも言えない、なんかこう、爽やかな気持ちになるというか、CM ですけれども、ちょっとね、短い間でこう、演技をしてる二人を見れるっていうのがなんかこう、嬉しいですよね。いや、もちろんこう、25円 CM の、中でもですね、いろいろとあったんですけれども、なんかこのマクドナルドはちょっとこう、ストーリー性をね、感じるような、まあ木村拓哉さんがね、やってるやつとかもそうですけれども、これ二人で出てるっていうのもね、いいですし、なんかこう、節々からね、こう感じる演技の感じいいなぁ。ほんとドラマ見たいなぁとね、改めて思うところと。あと皆さんがやっぱりね、うわぁ、エモいとなったらやっぱ、光一くんがね、後ろから二つって言った時の、表情とね、いう感じですけれども。いや、だからこれはもうね、お二人のもうイメージがね、ほんとクリーンですから、こういったね、CM っていうのはほんとどんどんね、出てほしいなと思いますけれども。いや、ベーコンポテトパイ。いや、僕はですね、ほんとめちゃくちゃ Mac ユーザー。ね、週には1回必ず食べますし、多い時は2回食べるぐらいですから、本当の Mac ユーザーなんですけれども、僕もですね、このベーコンポテトパイっていうのはね、まだに食したことがないんですね。なんだったらレギュラーのね、メニューであるのかななんていうふうに思ってましたけれども、意外とそうじゃなくて、パイ生地のやつですと、僕はですね、やっぱアップルパイをどうしても食べちゃうんですよね。アップルパイユーザーでね。全く有名ではないですけれども、本当にアップルパイがね、本当大好きなんですよ。そう、だからこのベーコンポテトパイ。だから、光一くんもね、初めて食べるなんて言ってましたけれども、ちょっとね、来週、4月12日の水曜日から発売になるんですかね。はい、もう発売日に早速、キンキファンはね、多分、マクドナルドに行くんじゃないかなと思いますけれどもね、ちょっとこの世の中にどんどんね、こういった CM が浸透してほしいなと、思うばかりでございます。はい、というわけで、ね、本週も新年度一発目参りましょう。レディオで、はやチャンネル。さあ、ちょっとね、食べ物の話続いちゃって恐縮ですけれども、まあ僕、まあかねてよりも最近パンがずっとね、マイブームといったことでもうとにかくパンをたくさん食べてる、人種なんでございますが、4月の3日の月曜日からですね、まあ東京の話ですけれども、エキュート品川という、まあ、品川の駅ですね、駅の中でですね、パンのサブスクが始まったという、これがですね、月額3980円で、324円以下、税込み324円以下のパンを1日1個受け取ることができるというパンのサブスクが始まる。これすごいですね。で、今のところ、ま、販売期間は4月3日から6月30日、サービス提供は7月31日までと言ったことですけれども、対象店舗がいくつかあるんですね。何店舗 ?5 店舗ぐらいあるのかな、の中から、選べると。で、ご利用は1日につき1回。で、325円以上ですと対象外になってしまうと言ったことですけど、まあ325円以下のものがほとんどでしょうから、うん。またこの1個の店舗じゃなくて、たくさんの店舗の中から選べるってところもね、いいですけれども、まあでもこれ1日1個、品川にまず行く用事がない人でないとね、厳しいでしょうから、まあ品川に勤めてる方とか、朝にね、こう通りがかった時に多分、1個行くんでしょうけれども、まあ、もしくは別に帰りでもいいのか。うん、帰りに1個受け取るって形。まあ、とにかく品川が近くないといけない。というのもありますし。これだから、ね、普通の会社員の方ですと、平日しかね、行かないとか、そういったこともありますから、土日はなかなかやっぱね、受け取れないでしょうけれども。だからいくつですか？こう10個、15個ぐらい食べれば、割は取れるって言い方あれですけれども、うん、まあまあまあ、2日に1回ぐらい受け取ってればって、どうですかね？本当にパンを毎日食べる人にとってはあれですけれども、まあ僕はちょっとこの品川にあまりこうご縁がないのでね、多分このサブスクはちょっともし入っても月に1個しか、
1個3980円になってしまいそうなね、気もしなくもないので、ちょっとこれが世の中的にどのぐらい浸透していくかというね、まあまあ多分お試し、なんでしょうけれども、まあ主要都市、いろんな箇所でもしやるんであればね、ちょっとこれは新しい試みかなと。食べ物のサブスクってね、あんまり聞かないですよね。いや、ついに時代は来るとこまで来ましたね。だから、同じ商品を取り扱ってるところであれば、こういったことをやってもいいのかなっていうことですよね。どうなんでしょうかね。なんか、ドリンクとかだと、すごくやりそうな感はありますけれども。まあでもいいな。なんかいろんなパンを一日一個楽しめると、考えたらすごくいいのかな、なんていうふうに思いますね。まあ僕もそれこそ、パン食べてるの月に3980円よりは、いってるのかな？あ、そう、それでね、このまあ、最近ね、ずっとまあ今年入ってから、年末ぐらいからかな、去年の、ずっとパンにね、ハマってるっていうような話してますけれども、まあ、山崎春のパン祭りってね、毎回やってまして、お皿がね、点数をこう貯めるともらえるよ、つって、まあ、なかなかそういったものっていうのはね、貯まることないんですよ。ね、あれ確か30点とかだから、まあ、それこそパン30個、お皿なんですけれども、気づいたら、今お皿がもう2枚目にかかってまして、はい。相当食べましたね。もう、一個のあのハガキは満杯になりまして、今二枚目が埋まるかなぐらいの感じなんですけれども、いや、まさかまさかのね、ちょっとこんなに集中してパン、別に意識してたわけじゃないんですけれども、気づいたらパンめちゃくちゃ食べてたなと、言ったことですね。そう、なので、ちょっと山崎春のパン祭り、今回は初のもしかしたらお皿2枚もらいというね、結果になるかもしれませんので、ちょっともしね、手元に、春のパン祭りお皿来ましたら皆様にもね、ちょっと見せようかなと思っております。興味はないかもしれませんが、見せようかなと思っております。まあまあ、そんなハマっている今、パンの、情報でございました。もし品川にね、毎日行ってる方がいたらぜひね、試してみてはいかがでしょうか。ははははははレディオでハイチャンネル。さあ、ちょっとね、聞く人によっては意外な話になるかもしれませんが、まあ先週の日曜日、この間の日曜日ですね。まあ女性アイドルグループ、日向坂46というね。ユニットがいると思うんですが、まあ、ジャニーズファンの方です。あまり、ちょっとね、こう、耳馴染みのないことかもしれません。まあ、乃木坂、日向坂、桜坂というね、今3つの坂がありますけれども、そのうちのこの日向坂というね、ユニットでございます。で、この日向坂46がですね、まあ4周年、デビュー4周年ライブというのをですね、横浜スタジアムでやりまして、私、実はですね、それにちょっと参加してきました。というのも、まあ、知人にね、そういった、まあ女性アイドル好きな方がいて、まあ以前ですね、まだだから、どんぐらいコロナより前で、欅坂46、またちょっとややこしいですけども、欅坂46というユニットがいた時にですね、まあ私が結構その楽曲を気に入っておりまして、ちょっと今までのこう女性アイドルにはない、なんていうかこう、痛々しい、こういった歌詞とか表現力みたいなものがですね、なんかこう惹かれるものがありまして、まあ楽曲、あれよあれよでこう聞いてるうちに、そういった、もしよかったら今度ライブ行ってみませんかというお誘いがあったんで、まあちょっとね、行ったことがない。過去いろんなね、僕も女性アイドルグループ、まあだから僕がちっちゃい時から言うと、まあ、ちっちゃい時ではないけども、学生時代で言うとね、それこそモーニング娘。があったりですとか、うん、でもう大人になってから AKB とか、もうそこら辺はもう通らずにずっとね、来てたんですけれども、まあここに来て、そういったもうね、自分の娘でもおかしくないような、年齢のアイドルの子たちの曲でちょっとこう感銘みたいなものを受けたので、
まあでも、そのライブというのも、まあ当時行った時も思いましたけども、やっぱりこう、パフォーマンスが、すごいのと、ファンのやっぱりこうね、僕はジャニーズの、まあライブに行くという、ちょっと人と逆のね、始まりをしてますので、その周りに女性ばかりいるのとは全く逆の男性ばかりいるという、この会場がですね、まあだから皆様やっぱり想像つかないような、ようなこう熱気みたいなものがありまして。で、今回この日向坂46がやった会場が横浜スタジアムといったことで、これで横浜スタジアムはあれですよ、近畿の20周年ライブ以来、ちょっとね、なんか懐かしいななんていう、思いでね、行きましたけれども。だから、あの周辺ですとやっぱグッズ販売がね、難しいといったことで、近畿の時もそうでしたけども、近畿は横浜港未来のタワーの中でね、そういった衣装展示とグッズ販売っていうのはやってましたけれども、まあ、日向坂も同様に場所は変わりまして、赤レンガ、山下公園の延長線にあるところですね、赤レンガ倉庫のところ、まあ、そちらでグッズ販売があるといったことで、まあ、ちょっと離れてますけどね、そちらの方まで、行ったんですが、どうやらですね、まあ、その日に連絡ありまして、岸さんと、グッズを買うにも整理券がいりますと。ええー、と。これも久々というか、まあ、初めてですかね。整理券でグッズを買うなんていうのは。うん、それで、昨日の様子、まあ、土日とやってたんで、土曜日の様子見る限りですと、まあ、土曜日、例えばこう午前中11時とか12時に受け取ったチケットですと、夕方の4時か5時ぐらいの入場枠になりますみたいな。マジですかと。で、まあ、グッズも結構ね、バラエティ豊かで、まあ、いろんなグッズが本当あるんですけれども、まあ、正直、グッズはそんなに、興味というか、まあ、買おうという気はそこまでなかったんですけれども、うん、まあ、ちょっと、思い出になんか一個買おうかなぐらいだね。うん、そのぐらいの感じだったんですけど、まあ、でも一応ね、チケットも取ってもらってますんで、うん、なんか、僕だけ後から行きますというふうに行かずに、じゃあ、ちょっと午前中に一度集まってね、じゃあ、そういったお祭り雰囲気も味わいたいともありまして、整理券受け取りから行きましょうか、なんて言って、行ったわけですけれども、まあ、すごいですね、本当も、男性のそのもう若い、こう、男性の子たちがたくさんいるというのはなかなかこう経験しない、もう異様な光景でございましたけれども、それで、メンバーというのがですね、まあ、二十何人、いたんですけれども、まあ、そこに新メンバーが十何人加わったことで、今現在 32とかなのかな？うん。考えられないでしょ？ジャニーズでも、まあ、僕は特に近畿キッズからもう2色しか見ない。その赤と青というね、2色しか見ないんですけれども、どうやらですね、このアイドルというのは、一人ワンカラーではなくて、何色と何色を合わせた色が、メンバーカラーと言ったことなんですけども。そう、だからペンライトというかサイリウムも、すごい細かく変わっていくんですね。赤、ピンク、薄ピンク、ピンク、オレンジ、ちょっと薄いオレンジ、黄色みたいな、なんかその、本当に、十何段階みたいな、分かれ方です。本当だから、ちょっと考えられないなというような。まあ、ジャニーズでもね、大所帯だと10人ぐらいいますけれども。それでもやっぱ一緒に一色ですよね。二色使うとなると、だからペンライトも二つの持って、その赤白みたいな感じをこう表すんですね。で、これがさ、そのメンバーカラーもそうだし、曲のカラーもあんのよ。これちょっとややこしいんだけど、その楽曲の時も、その楽曲のカラーっていうのがあるから、手元でそれをさ、変える作業みたいなのもあるわけですよ。これもう本当だから勉強しても多分無理なぐらい。二色っていうのはやっぱちょっと頭追いつかないですね、本当ね。そう、それでまあ整理券受け取って、まあしばらくね、ちょっとどっかで時間潰してから、またその、会場行って、まあグッズ、購入しまして、それでそのままこうスタジアムの方に流れると。まあ、そういった、流れだったんですけれども、声出し OK に今回からなったという、ことですので、男性のその、コールっていうのは皆さんイメージつきますかね？で、やっぱり、その、AKB 時代から培ってきたものみたいなのがあって、だよく聞く超絶可愛い
なんちゃーみたいなやつとか、それとも、なんか、おーおーみたいなやつがあるんですけれども、これ、まあ、僕も特殊なね、方のグループ、まあ、キンキもジャニーズの中では結構異質というか、もう落ち着いているじゃないですか。今の若い子はちょっとわからないですけれども、声出しをするから、曲聴いてねんっていう風に僕は思っちゃって。だから、キンキなんか特にこう聴くライブだから、こうもうね、歌詞やっぱ聞き取りたいっていうのはありますけど、アイドルのライブといえばそうじゃなくて、なんかこう盛り上げるというのが一つなんだなと、なんか歌詞を噛み締めたりみたいな、そういうのはちょっと違うのかなと思いまして。で、まあ席も、若干は遠かったというのもあるんですけれども、ステージというかその花道みたいのも、トロッコみたいなのもあるんですけども、正直その30何人いると、どれが誰だかもう訳がわかんなくて、一人一人ね、違う衣装着てるとかだったらまだわかるんですけども、ほぼ一緒、こうね、制服みたいな、感じですとか、こう衣装がね、一緒だともう訳がわかんなくて、でも正直モニターで見て、あ、多分あそこにいるのが、誰々で、みたいな見方を、してましたけれども、まあでも本当にすごい熱量というか、人のエネルギーみたいなものをね、久しぶりに、感じましたけれども。まあでもちょっと4月のスタジアム、雨こそ降りませんでしたが、めちゃくちゃ寒かったというのはね、ありますけれども。まあでもなかなかね、その、ジャニーズのライブも、参加して、まあ、特にそう、キンキっていうのはね、キンキと日向坂行ってる人は多分いないんじゃないかなとね、思いますけれども。で、またちょっと、ややこしいんですけども、まあ、日向坂の他に桜坂46というね、ユニットもありまして、この桜坂46のライブチケットもですね、ちょっと、よかったら岸さんどうですかなんていうのもね、近々言われてますので、またそれは行った時にまたちょっとね、違いみたいなものが、もしお話ができるようなことがあればね、したいなと思っております。やっさ大丈夫で早チャンネルやっささあ、今週の配達情報でございますが、まあ、先週の何曜日かな土曜日かな土曜日の、お昼前ぐらいですね。まあ、前も言ったかもしれませんが、一応千葉ドラゴン、ね、同期の千葉ドラゴン、魔人ブーやってるね、千葉ドラゴンと、ロッキーさん、うちの事務所、東村の、ロッキーさんというね、方と3人、まあ、ユーバイツやってるから、そういった一応ね、グループラインみたいなのを作ってて、まあ、なんかあったら、ここでね、報告し合いましょう、みたいな、風になってまして、まあ、こんな変な人いましたよ、とかね、こんな変な案件ありましたよ、みたいな、まあ、日常的にこうね、送り合ったりしてるんですけども、まあ、その土曜日のお昼にですね、そのロッキーさんから、一通のこう、LINE が来まして、ウーバーイーツがどうやら、バグっているみたいです、というのが来まして、これどういうことかと言いますと、まあ、配達料というのがね、ありますね。我々はその1件配達したらいくらもらえますみたいなのがあるんですけども、例えばこれが500円だとしますね。はい。で、500円をもらうところなんですけども、いざその配達が終わって、その金額を見たらですね、どうやらこの1000円にそれがなっているというのが朝から続いてるみたいですと、いうことで、まあ、ロッキーさんは朝から稼働してる方なので、結構そういうのにね、朝から気づけたんですけど、僕はだから、お昼ちょっと前ぐらいに、あ、そうなんだと。で、まあ、もしそれがね、本当であればこう慌てていった方がいいなといったことでも、すぐに、配達出てみまして、ただ確かに言うように、まあ、出ている、表示される金額の倍必ずつくという現象が起こったんですよ。これ、とんでもないことだなと。で、これがですね、まあだから4月の1日だったので、おそらくこの年度末のなんかこうシステムの、変更がうまくいかなくてそうなったんじゃないかなというような感じで。でもこれもいつ治るかわからないと、みんなでね、こう LINE で言い合って、とにかく治る前に、配達に出た方がいいんじゃないかといったことで、もうどん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 、とにかく細かい案件をどん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 こなして、だってね、通常の倍つくわけでさ、その1日じゃあ仮にね、5000円だったところが1万円になるわけですから、それはもうね、なあ、是が非でももらった方がいいといったことで、まあもうとにかく急いでね、やって。で、その、治ったのがね、お昼の2時
2時過ぎ、2時半までから2時過ぎぐらいだったかな、だったんですけれども、まあ、とにかく、細かくね、やってたんで、まあ、3人とも短い時間で、結構これ稼げたんじゃないですかね、みたいな話して、で、いやー、よかったですね、なんていう風にやってたんですね。で、これ僕だけなんですけれども、まあ、その日その現金の対応を受けるかどうかという、まあ、事前決済であれば、例えばね、皆様もうカード決済で済ましてるあるんであれば、その配達先に行ってね、もう商品はいどうぞって渡して帰るんですけれども、現金でやる方もいるんですね。だからその場合は持って行って、いくらいくらになりますってこう手渡しでね、現金っていうのをやるんですけれども、僕はそれやってるんですよ。案件をその分でやっぱ多く取れたりしますから。で、その日ね、結構現金の方が多くて、まあまあでもそういう日もあるかと思ってね、やってたんですけども、その後で自分のその売り上げみたいなのもアプリで見た時にですね、現金のもらった額、1200円受け取りましたっていう時があるじゃないですか。もう1200円受け取りましたも、2倍になってたんですよ。2400円受け取りましたよね、になってたんで。で、と思って、それで結構ね、10件ぐらいそれでやってたもんだから、マイナス額が、1万円ぐらいついてて、いやいや、ちょっと待ってくれと。報酬も倍だけど、これ、ね、マイナスの方が大きいじゃねえか、みたいなことになりまして。で、まあ、これはでもどうしようかなと。でも、その日に、他の方とかも問い合わせしてたみたいなんですけども、とにかく問い合わせがもう殺到しちゃって、サポートセンターがね、パンクしちゃってたといったことで、だからちょっと時間を置いて連絡してみようと言ったことで、土曜日の深夜か朝方か忘れましたけど、まあ、そんぐらいにね、ちょっとその金額がおかしいですと。僕がね、受け取った金額が合ってないですと送ったらですね、まあ、ちょっと返答お待ちくださいと、来まして、そして、月曜日の朝にですね、まあ、それの通達みたいなものが来たんですけれども、まあ、その4月1日のね、金額分ちょっと大きな誤りがございましたので、調整させていただきましたと言ったことで、その、だから、要するに我々が倍だと思ってやってた金額がですね、まんま引かれてまして、結局、我々がその慌ててブワーってやって、たものがですね、何の意味もない普通の通常回と、なったんですね。それで、まあ、僕はその現金があったので、まあその差し引きがあって、まあいくらいくらですっていうのがこう振り込みみたいなのがあったんですけども、一番ちょっとしんどいかわいそうだなと思ったのはロッキーさんがですね、日曜日、まあその明けて日曜日に調整金としてね。プラス、マイナスがあったんですけども、ロッキーさん日曜日稼働してないのに、そのマイナス5000いくらみたいになってて、しんどと思って、その日何もしてないのになんかマイナス5000いくらってかわいそうと思って、いや、思いましたね。もうだから、慌ててね、そんな風にやってましたけども、もう次回もしそんなことがあっても、もうね、騙されねえぞと、いうね、気持ちでね、やりたいなと思っております。そんなうまい話やっぱなかったですね。さあ、といったわけでエンディングでございますけれども、まあ、ちょっと最近 YouTube の方がですね、あまり、アップできていないといったことで皆様にもね、ちょっと楽しめるコンテンツの提供ができていなくて申し訳なく思いますけれども、まあ、その辺、ちょっとね、皆様も心待ちに、していていただければと思います。来るときが来たらね、ドカッといろんなね、コンテンツ上げれたなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。また引き続き、ちょっとね、まだ今、ライブとかの告知がないですけれども、告知できるようなことございましたら、こちらのラジオ内でもいろいろと報告してまいりますので、ぜひぜひ、引き続きこのラジオの方も本年度も、よろしくお願いできればと思います。はい、というわけで、今週は以上になります。皆様キッシーちゃんでございました。おやすみなさいませ。